愛媛県立宇和島東高等学校は愛媛県宇和島市にある公立高等学校。初夏の赤松海岸で開催される校内ボートレース大会と体育祭の中で3年男子生徒により行われる集団演舞、思えば杉氏が伝統行事として残る。野球部は1988年の第60回選抜高等学校野球大会に初出場。 初優勝し数多くのプロ野球選手、大リーグ選手を輩出。サッカー部は2018年に県大会を夏冬連覇している。作詞、栗村慎次郎作曲、山田正宏宇和島東高の歌集には、旧西第七高等学校から影響を受けたものが少なくない。これは、宇和島中学時代に山川影は、を作詞した。 高木岩をはじめとする第七高等学校へ進学した卒業生の影響によるものである。熱球結をすすり手は大正12年頃に宇和島中学に伝わった。本来3番までの歌詞が存在するが、宇和島東高においては2番までの歌詞を使用している。また本家とは微妙に歌詞が変わっている箇所もある。昭和63年の 第60回選抜高等学校野球大会に野球部が出場した際には当時の校長が七校同窓会事務局に使用していることへの謝罪と今後の使用についてのお願いをしたところ改革された。後日、七子を野球部 OB 会から熱球血をすすり手が作られた経緯を記した書簡が届いた。余談ではあるが、この熱球結をすすり手は旧制山口中学にもおいても 熱球という名で歌われている。校内ボートレース大会や体育祭の集団演舞、思えば杉氏は、旧制宇和島中学探偵部に由来する。明治34年秋に、愛媛県の勝山沖で開催された松山、宇和島、西条の参考によるボートの対抗試合で、松山中学に敗れた想定部の本田昭一により、敗戦の悔しさを胸に雪辱を誓い、 一気化成に作られたのが、思えば杉市である。その後、宇宙探偵部は、猛訓練に猛訓練を重ね、雪辱を果たし、大正14年には、全国大会で、初優勝を飾り、また水戸浜沖で開催された第一回、近県中等学校探偵競争大会でも、優勝の栄冠を手にした。学生改革後の、新生宇和島東高等学校においても、 この雪辱を忘れないとして、体育祭で三年男子生徒により、集団演舞が行われている。もう一つの想定部応援歌である、里見咲は、昭和に入り、成績が低迷し始めた頃に作られた。昭和6年3月から昭和10年年8月までの4年間、三大目の配属将校として、徳本光信少将佐が赴任した。 探偵部の菊池正恵をはじめとする部員が詩人でも、あった特号少佐に作詞を依頼したところ快楽され、数日後に発表された応援歌が、この、里見崎であった。曲を七高陵歌、北新斜めにとしたいと、選手一同は希望し、共感の同意を得た。次来育成層にもわたって、想定部応援歌のこの二曲が歌い継がれているのである。なお、徳本光の舞台差は、 昭和22年4月30日、部下の罪を一審に追い、B 級先犯として、関東形状で処刑された。宇和島東高等学校創立100周年記念の校内ボートレース大会においては、特号大佐のご遺族も招待されている。ありがとうございます。